毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では頂上決戦やります。選択チャレンジで、ね、やっていきます。さあ、バランさん先生取られた、煎茶ですね。タクマかな、タクマキングな、どっちでもいいけど、これもどっちでもいい。まあフォクシーかな、ダイモンフォクシーは。まあ微妙っすね。クリザリッドなあ、嫌な予感しかしない。オメガ渡したけど、これは嫌な予感しかしないな。エリザベートか、マシかな、まだなあ。ナコルル、いやエリザとナコルルやったら厳しそう。ヘビークマカメトラは、ナコルル確かトラやった気するけどな。まあ置かないけど、向井もトラか。エリザなんでね、エリザなんでな、あれっすね、覚醒前にしようかな思ったけどやめとこう。オメガ置いてるわ。めまい入った。まあ、こうかな。ちょっときついなこれ、ほんまにかなりきつい。向かい置いてオメガ倒しに行けたらっていう感じですけどね。向こうのチームが硬いんよとにかく、でこっちが非力なんで、すごいこう、あれっすね、何やろね、デコボコって言ったらいいんかな。向こうが硬かったらこっちはやっぱ火力キャラ多めじゃないとね、釣り合わないんですけど、そういう感じじゃなくて、硬いのにこっちが非力っていう、すごいやりにくい感じになってる。覚醒はゲージ溜まったよ。さあどう出るか。ここでキムやられたら、あ、2代目出すの ?2 代目溜まってるんかな。溜まっててもまあフォクシーに来るだけなんでね。クリティカルか。さあエリザベートスキルやめて。お、出ない。いいっすね。ほんなら、オメガ打ってきたよね。こういこう。これは当然使う。2代目を叩きます。オメガさっき打ってきたっけ？打ったよね。ノーブルブラン。フォクシーやられたな。さあ、ここのエリザスキルは？出そう。出ない。よし、じゃあ行こう。向かい行きます。向かいと、ナコルル、行こうか。ちょっと嫌な感じだけどな。覚醒捨てるっていうことはやばいかな。こういっとこか。ここに、ナコルル、まず打とう。クリティカル。で、タクマは、リョウですね。攻撃力上げてからの、ここ、とりあえず、オメガ倒したいんですよね。よし、石が入ったよ。とりあえず、オメガ倒せる。で、一旦倒しといてっていう感じ。石化入りましたね。石化入ったらね、ダメゲン大幅に下がるから。お、パオ。パオはこれオメガか、再復活可能かな。オメガ入ってないよね今。入ってない。パオの復活は無効ですね今のは。フェニックスのアイコン出てなかったからね。エリザスキル。いやータクマやられるわ。向井もう一回ゲージ貯めれそうなんでね、こういっとこう。ここをね、エリザは打てないでしょう。なので、このままいこう。こういきます。向井頑張ればもう一回打てる。ここエリザまだ溜まってないと思うんすよね。だからタクマ前にしとこう。そうそうそう。で、これでどこに来るか。覚醒か。よし、覚醒も溜まったけど。ただあれやな、向井溜めたい。こういきましょうか。で、これね、使わない。あー、ナコルスキルいらんわ。やめて。マジ倒さんで、これ。やめてくれ。やめろ！倒すんよ、これもう。マジでこれいらんわ、スキルは。もうほんま今のだけはやめてほしかった。これ、向井がもう一回打てない可能性あるよ、こうなってくると。サイレントフラッシュ。ほら、ノーブルブラン打ってくる。ちょっと頼むで。エリザやめてよ。やめろよ、エリザ。よし！優しいわ、エリザベート。今のエリザめっちゃ優しかった。めっちゃ優しい。これはもう行くしかない。
さっきクリザで、ここはナコですね。からの、うわー、マシか。ちょっときつい。さっき覚醒やな。向井ナコルルでこれシールド破壊 したかったのにできてないな。よし、石化石化、優秀すぎる。ちょっと待てよ、ここはエリザ倒せるか。いや、それとも周りから倒していくか。そうしよう。基本レイジこうっすね。うおー、エリザ倒せたかな。エリザ倒すのが一番いいんですけどね、当然ですけど。ワンチャン倒せた可能性あるね、今のは。おっと、向井は生きている。このままいきます。基本レイジナコで回収からの、これもエリザだけかな。あれ、エリザだけかな。そうか、オメガ倒したもんね。うおー、ほんななんか頑張っていった感じやね、今のは。かなり頑張った気するけど、向井がやってくれた。やっぱ必殺2回打てたら強いね、向井は。石化もきっちり入れてくれたし、なかなか向井が活躍した戦いでしたね。じゃあもう一回いきましょう。9893ね。イオリ SR、 イオリクリス、オロチア、これはひどいね。オロチアシロとキムは、これは2代目取っとかなあかんな。熱突きは欲しいけどな。ロバート出てたら えらいこっちゃですから。出てる、危ない。ロバートと熱突きは危なかった。一瞬熱突きは行こうかなと思ったけど、さすがにね。ギースかこの UR の差が結構ひどいな。 SR で結構いいキャラ取ったんですけどね、ギースとロバートの選択はちょっとひどいな。ほんでや、ラッキー2代目も置いときましょうか。スキルが強いからこれでいこう。うん、めまい。これこれ、2代目置いた理由はまさにこれっすね。このスキルでめまいを入れる確率が結構高くて、確か 35% やった気するんですよね。 30% かな、どっちかですけど、まあ、30% あるだけでもだいぶ高いですよね。で、ラッキーは使わないと。うん、ここスキル出なかった、何も。ここもしラッキーが生きてたら使ってもいいかな、このターンで。ビッグスキル出たら多分やられ、あれ、ラモン、ああそうか、さっき殴ったもんな。お、ジョー怒り下がれへんのや。そうなんや。そして、ミスタービッグはここでゲージ溜まる。うん、ミスタービッグ溜まるから、ジョー一体出しでもいいんですが、あえてウィップとかでもありですね。ウィップ行こう。ウィップでまずミスタービッグに飛ばせるから。うん、うお、クリティカルいいよ。めっちゃいいね、今のクリティカル。ほんで、ここミスタービッグ使われてもそんなに減らないんでね。今攻撃力下げたんで。使ってくるんかな。使ってきた。そんな減らないです、これ。ほら。ほとんど減ってないね。お、これはじゃあ、ジョーをやられるまで粘ってギース出そうかな。そうしましょうか。こういきます。クリススキル、こっちかな。そうっすね。これでキム叩いてって感じ。ハリケンパス、クリティカル危なかった。次ギース出します。ミスタービッグを前にする。うん、ネスツ強化でもギースかオロチヤシロかやったらどっちかな。オロチヤシロでもいいっちゃいいですけど、ネスツ強化でもギースかな。ほんでクリスを下げます。まずここにクリスで、2代目はラモンに飛ぶけど、まあしゃあないな。なんか使わんでよかったのか、今ちょっとやってもうたな。使わんでよかったな、2代目使ってもうたけど、まあここ熱通強出してくるでしょうね。タクマ熱通ロバートね、一気に来ましたよ。ギース頑張れ、ギース頑張れ。これガードとかないか。ロバートでもさすがにこれはギースは、うん、まだいけるね。オッケーオッケー、3発防いだろ。で、当然ギースはやられますが、ここクリス復活頼む。ないか。ウィップゲージ溜まってる。
いよりこれで行くしかない。矢を止め。ビップ、今やったらこれ今日に飛ぶな。今日に飛ばさんでいいっすね。怒り溜めてしまうんで、まだここは温存しつつ量で回収で、あと1体ビップのパッシブが発動すれば HP 一番低いものに飛ぶから、チャンあたりに飛ばしたいね。これさすがにビップはチャンに飛ぶでしょ今は。うん、使うよ。うん、で、あーもう復活余計やって、もうマジで。ここはロバート、復活はいらんな。もうそれはあかんな。ロバート使わないんか。溜まってるんすよロバート。このままいきます。よしめまい、よしよしよし、このめまいいいっすね。あと1体いるでしょ。そうそう、ロバートここで撃ってくる。惑星に乗ってからここオロチヤシロはね結構きつそうやな。バフも乗ってないんで、うん、やられました。イオリやられるか。スキル出てる。もう最悪や。いや今のどうしようもないよ、どうしようもないっすね。こうチャンコンハの復活がマジで余計やったんですよね。チャンコンハ復活してなかったら全然あれなんですよ、いけたんですけど。一応でもこれウィップがロバートあたりに飛んで量ゲージたまれへんな。いや無理か。10ターン倒してクリティカルないわ、無理や。ちょっと厳しかったな。やっぱロバートとギースの差っていうのもあった気するけどな。頑張った方やね今のも。頑張ったんですけど、オロチヤシロのバフ切れた時にやっぱ殴られるとねしんどかった。なんとかいける方法はあったかもしれないけどね、どっかでちょっと出し方もミスった気もするけど。あとチャン後半の復活もね、ああいう時にされるとねしんどい、ほんまに。チャン後半あっぱれでしたね。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。